はい、じゃあ今回も質問に答えていきますね。今いただいた質問ですけども、久保さんの弟子のような人でパソコンにアニメのシールをペタペタ貼って久保さん、久保さんって出てくる人がいますが妙に気になりますと。吉谷さんっておっしゃるのですか？許せる範囲でプロフィールを教えていただけませんかということでございますけども、この吉谷さんはね、私の弟子ではないんですよ。私の師匠でもないんですけども、そうですね、振り返れば2013年のことなんですけども、私がね麻雀店の単なる親父だった頃に、まあ、この状況をね脱ぎ出そうと思って、当時テレビで有名だったらしいネオヒルズっていうねネットビジネスの、まあ、大御所がいたんですけどもね、そこに問い合わせてなんとかお金が稼げるようになりませんかと申し込んでね、怪しげな塾に入ったわけなんですよ。でその怪しげな塾の、まあ、事務局をしていたのがその吉谷さんなんですよね。まあですので私が問い合わせをすると吉谷さんが返信をくれたみたいな形で、まあおかげさまで私はね、それから3年もしないうちにお金ががっぽりと稼げるようになって、自由な時間を享受して今に至る隠居の道ということでございます。まあですので吉谷さんはね、私が行けてない時からパソコンを覚えて急速に発展する時期全てを見てきてサポートをしてくれたっていう形です。今私は独立して、まあ、吉谷さんが言われるにはもう久保さんは僕なんかを追い抜いて遠く遥か彼方の世界に行ってしまうんで、今の目標は久保さんになることですっていうふうに言ってくれてるんですよね。まあ吉谷さんは未だに独立した後ビジネスを一生懸命やって商品作ったり売ったりしてるんですけども、私の場合はもう商品をほとんど作ることも売ることがなくなって、まあ、完全にもう投資家ですからね。今ね投資の利回り配当だけで資産を作って、そうですね、私ね50代の中とどっか途中で10億円ぐらいには達すると思うんですよ。このままでいけばね、大きな社会の変革がなければね。でその最初の10億円といっても最初の1万円とかがあるわけですよね、1000円とかが。その最初の取っかかりをこの吉谷さんに、まあ、作ってもらったかなってことですよね。でよく言われることなんですけども、1000円稼げれば100万円稼げて、100万円稼げれば1億円稼げると、まさにインターネットって1000円しか稼げない力をそのレバレッジの力によって100倍にも1000倍にもしてくれる。それからストック型って言って昔の動画も再生されるんでね、そう考えていくと、あ、こういうことだったのかなと。こういう世界が待っていたのに多くの人は、まあ、大してね作業を1年も2年もしないうちに退場していくのかなというふうに振り返るわけなんですけども、じゃあ吉谷さんのプロフィールなんですけども、吉谷さんはね10月1日生まれで、今、39歳でございます。で千葉に生まれたのかな、千葉にしばらく住んでいて、生まれは北海道ですね。北海道で生まれて確かね。で全然勉強はできなくって、でも卓球をやっていたんで卓球推薦で高校大学まで行ったということでございます。緑山高校って言ってね、スポーツの名門に入ることができたんですけども、卓球での目覚ましいその成果っていうのは特にね聞いてないんですけども、まあでも緑山高校でスポーツ推薦入学したってことはそれなりの人物だってことは誰も知ってるところだと思います。ただし勉強は全くできなくって、で暗算もできないし漢字も知らないんで、こうホワイトボードで書くときってひらがなだらけなんですよ。で暗算ができないんで仮にやったとしても間違いだらけなんですよね。まあ吉谷さんは自分で言われてるんですけども、私は誰よりもバカですと。でもバカでも金は稼げると。だから、あ、こいつなんかバカだよっていうふうに言うんだったら、優秀なあなたが稼げなくてどうするみたいなねことを言ってましたね。確かに吉谷さんは何ですか、勉強ができるような人間ではないですね。でも勉強ができなくても金はバンバン稼げると、自由は勝ち取れるってことです。でそう考えるとね、勉強ができたふりのかわいそうな人が世の中に溢れてるんだろうなとも思えるんですよ。勉強できる、いろんな物事が理解できてるんだったら金持ちぐらいになんなくちゃ、なんで未だにストレス抱えてるのとかね、なんで未だに悩んでるのとか、そもそも40になって50になってなんでその月収100万すら稼げないんですかみたいな、そういう発想になっちゃうんですよね。特に今若い方っていうのは生まれた時からインターネットがある環境ですから、私は40からインターネットなんですけどね。でも生まれた時からインターネットがあったら、そうですね、だから中学生の時にインターネットに出会ってたらね、まあそれから高校に行く頃にはもう就職とか進学とかに悩むことはないですよね。とにかくお金の稼ぎ方を知ったら学校に行く必要はないわけですから、お金が稼げるようになったら会社に行く必要もないんで、もっと言ったらお金が稼げるようになったら人と関わることも
必要なくなっちゃうわけなんですよね、うん。まあ、そもそも稼げる人と稼げない人が一緒にいて話が合わなかったりするらしいんですよ。まあ、それはね、なんとなくわかるなと思いますよね。で、なんかお金を使う時でもプライスとか気にせずに、ただ支払いの時にカードをピュッと出す人とね、あとは1ヶ月の収入のバランスを考えながら、うん、まあ、丁寧に使う人と、確かに一緒に入れる時間は短いのかもしれないなとか思ったりね。まあ、こういったことをいろいろと、うん、言ってる方ですよね。共感できるところもあるし、それは違うんじゃないかなっていうところもあるんですけども、とにかく、まあ、気が合うということでね、こうやって動画のやり取りをしてるのが吉谷さんでございます。この億万長者合宿シリーズも、もともとはね、1000人ぐらいの方が見ていて聞いていたんですけども、いろんな生徒さんがいたんですけども、合宿も当然したんですけどもね、うん、結局稼ぎたいと思ってお金を払って合宿湯河原に来た人も、まあ、稼げてないんじゃないかなと思うんですよ。そもそも稼げてる私と吉谷さんぐらいに、勉強もしないし活動もしないし考えもしてないっていうところなんじゃないかなと思うんですよね、うん。まあ、これはね、でもね、人それぞれ持ち分があるんで、別に優れてるとか優れてないとかっていうことではないかとも思うんですけどもね。まあ、ちょっといろいろと余計なことも話しましたけども、まあ、吉谷さんっていうのはそういう方ですね。ご家族もいらっしゃるそうですけども、お子さんとね、奥さんがいるんですよ。それがね、それが千葉に残してきてるんですけども、まあ、でもなんかいろいろあるんでしょうね。今は完全に別れて暮らしていて、もう会うことはないらしいですよね。まあ、未だにやってるかどうか分かりませんけども、まあ、お金を送ってるのかもしれませんけど、分かりません、それは。まあ、なんかね、家族ですら足並みが合わなくなってくるというね、いい例なんですよね。まあ、だってビジネス忙しいですからね。つまんないですよね、家族としてもね。昔の昭和の家庭じゃないですけども、仕事ばっかりで家にも帰ってこないし、何なのあなたはとかね、言われてるかもしれないですね。まあ、でもそうなると終わりですよね。吉谷さんとしては、お父さんとしては、自分の安らぎの家に帰ることもなく、家で住んでいる奥さんやお子さんが自由に楽しく、趣味もできるし、休憩もできるし、好きなもの食べれる、それを担保するために自分の人生を犠牲にしてるわけですから、それにかぶせるようにね、あんたは家庭を顧みないとか、なんか全然仕事ばっかりで、家のことなんてどうでもいいでしょみたいに思われたら、いや、どうでもよくないからこうなってんだよみたいな、ね、だったらお前が稼げよみたいな話になっちゃいますよね。いやーね、自分の見えてる景色は人の見えてる景色とは違うもんでございます、うん。まあ、どうなっちゃってるんですよね。私もでもね、このぐらいで深くは知らないです、実は。実は深くは知らないです。だからまあうまくいくんでしょうけどね、うん。まあでも最もあれですよ、お金を稼ぐってことに関しましては、真摯に活動されている信頼できる方かなと思います。言うだけのことはやってるなと思いますし、よくついてこれるなと思いますね。ちょっと偉そうに言えば、よく俺なんかについてこれるのはこの若造と思いますよね、うん。よし、じゃあそんな感じですか。ありがとうございました。またご質問いただければと思います。いつもね、コメントの方ありがとうございます、うん。まあ、プロフィール、身長とか体重は分かりません、すみません。まあでも何度かね、うちに来てくれたりもね、してるんですよね、旅の途中で。あ、ちなみに R34 スカイラインっていうのに乗ってますけども、すごい、これがね、600万で買った車らしいんですけども、中古価格だから、その時にすでに新車価格よりも高かったらしいんですけども、今はそれが2000万ぐらいになってますね。で、将来的にはこれ5000万、あと10年以内には5000万ぐらいに爆上げするというね、その一般車両の中でもこれだけ価値が上がっていくのは珍しいんじゃないかなと思います。フェラーリでも何でもないんですけどもね。はい、それではこんなところですかね。